はい、お疲れ様です。笹子ございます。うわ、髪の毛 すごい今日雨でしたよね。で、母さん持ってこなかったもんで、ちょいとね、あれですよ、銀行行って郵便局行ってって、ほんの何十何秒何十十秒もいかないんだけども、パタパタって走って ブワーってかかってきましたよね。いや、すさまじい雨だったんですけれども、それで 18日休みだったんですね、月曜日ね。全然頭にありませんでして 本当に私らしいんだけど、それで、夏季特別休暇があって、で、よし、さあ頑張ろうなったんだけど、あ、そうか、月曜日休みなんだっけかって言ってね。で、お客さんのところに休みだから仕事するわけにもいかないしね。ということでですね、ちょっとね、これもう一回やってみようかなと思って、ジョン・アレンさんの、リスプの構造ね、後藤栄一先生と戸島先生役なんですよね。なんか一説によると、後藤先生がそんなこの面倒くさい役なんてやるはずないんで、戸島先生だよねなんて誰かから、あ、和田先生だ、和田先生がなんかおっしゃったみたいな。それで、1958年後にタイムスリップしたような気持ちでね、蒸し器。前にね、蒸し器トランスレーター、イーザアイスリスプ用に書いて、アイスリスプ用で動くようなやつ書いてあったんだけど、今見直してみると、すげえ無駄な書き方してて、それと、メタ、M 式をね、ちょっと拡張して、中値記号も入れたんですよ。1たす2たす3みたいなのを中値記号もそのままパースできるようにしてて、で、そんなのはその後整備して、フォーミュラライブラリーでできちゃうし、なライブラリーとか使うともっとシンプルに書けるな。それで、本当この当時ののに忠実にしようかなと思ってるのは、前に書いた蒸し器はね、中西先生が若干拡張したような、リファンで関数定義するときに、当時、まあ今ももちろんそうなんですけれども、なんで暗黙の begin になってるんですよね、ディファンファンクションってね。複数の、S 式があれば、それを順々にやっていくって約束事になっていて、で、そんな風に仕様にして、最後はね、ピリオドで終わるみたいな、プログラムの仕様になってたんですけれども、もっと純粋にね、当時のアレンさんが用いたような技法でもっとシンプルに書き直そうかな。それと、その暗黙の begin なしね、本当に純粋な関数型みたいな表記になるかと思うんですけど、考えてみたらね、マセマテカって、ウルフラムさんの、あれって M 式でしょ 技法って 改めてこれ見てて、それから昔マスクマテカ買ったよなと思って思い出したんですけど、関数の技法だとか表現ってかなりマセマテカだよなと思って、てかマセマテカパクったんだわね、 M 式に。いや、パクったって言い方悪いね。マセマテカのウルフアムさんはきっと、この手の、マッカシー博士とかののに敬意を表してあれではないかと思うんですけれどもね。まあ、こんなのやって何の役に立つんだって、単なるノスタルジーなんですけど、まあいいんじゃないかというふうなことで、ちょっとタイムスリップしてね、1958年に戻ったつもりでね、やってみようかななんて思ってますね。というわけで、あとね、ちょっと懐かしいようにやってみたいな、ギターね。1960年頃のなんかね、和製ポップスね、なんかないっけかなーなんて思ってね、考えております。はい、そういうことで、はい、明日からお休みですね。またお休みありますね。はい、じゃあまたお会いしましょう。